おはようございます。おはようございます。ハレリア、アメン。おはようございます。2月13日水曜日、リエさん、おはようございます。早いですね、今日は曇っています。まあ曇っている分だけ若干ですね、放射冷却がないので、若干暖かいという感じでしょうか。猫ちゃん、まゆちゃん、おはようございます。まあ曇ってても朝は気持ちがいいです。睡眠剤放送睡眠剤放送見てると眠たくなるんでしょうか。アイスティーさん、係長さん、おはようございます。はい、今日はですね、まあなんて言ったらいいでしょうか。はい、節子さん、おはようございます。節子さん、おはようございます。マルコさん、楽しませてもらいます。はい、ぜひ皆さん、私たちはイエス様の話を聞きたいのです。神様の話を聞きたいのです。納豆さん、おはようございます。この世のことはもう聞いてもしょうがないのです。この世のことを聞いても何の益もありません。イエス様についての、話、イエス様についての教え、それが私たちの霊的な糧です。動物は食べ物を、餌を探して、歩き回ります。アヤポンさん、ユウさん、おはようございます。多くの人は欲のために欲を満たすものを探し求めます。エマルさん、おはようございます。しかし本当の、食べ物、本当の食べ物、それは霊的な糧ですが、それはイエス様の言葉です。神の言葉。ハッピーさん、今通勤中です。 SPN さん、角笛お願いします。角笛は最後にします。メロディーさん、おはようございます。私たちの本当の糧、私たちの本当の糧、それは神の言葉です。神の言葉は、神の言葉に、命があり、神の言葉は私たちの霊的な食べ物です。多くの人は欲を満たすものを求めています、ね、しかし私たちは霊を満たすものを求めています。霊を満たすものを求める、これが信仰です。肉に従うものはもっぱら肉的なことを考え、御霊に従うものは御霊に属するものを考えると書かれています。私たちは、YouTube ダメですね。ごめんなさい。YouTube は、ごめんなさい。YouTube 調子悪いですね。YouTube、なかなかうまくいきません。YouTube がですね、調子悪いです。もうこれも神様にもう任せるしかない。神様に、まあ、委ねるしかないと言えるでしょう。私たちは、その霊的な命、肉的な命は、霊的な肉的な命は肉です。肉は何の益もない、肉は何の益もないと書いてあります。私たちにとって必要なのは、私たちにとって必要なのは霊的なものです。神の命、神の命が大事だと、そのことを理解する必要があります。ですから、日々の生活で、YouTube がどうしても切れちゃいますね。ごめんなさいね。どうも YouTube ができなくなって、YouTube がですね、放送ができなくなってきましたね。ここ2、3日ちょっと電波が弱いんですかね。節子さん、移動してきました。あ、ごめんなさいね。YouTube がうまくいかないので、移動してきました。はい、ハゲさん、おはようございます。新海さん、おはようございます。大下さん、おはようございます。
今日もですね、YouTube が切れてしまうかもしれません。ちょっと電波を見てみましょう。電波はですね、悪くないんですけどね。電波は悪くありません。イエス様はいつお休みになるのですか？イエス様は休まないと思いますね。イエス様おっしゃいました。父がいつも働いているように私も働くとおっしゃいました。突然ですか、キュウちゃんは個室が必要だと思いますか？私はいらないと思うんですね。いらない。なぜいらないかというと、民主国家です。イエス様だけが王ですね。イエス様だけが王ですから、人間の王はいらないのです。人間の王はいりません。イエス様だけが必要です。ですから、皇室はいらないと思います。神は自分に似せてキュウちゃんを創造したのでしょうか。すべての人間は神様に似せて作られました。皆さんは神様に似せて作られたのです。私たちは神の、なんて言うんでしょうかね。神に似せて作られた存在です。ですから皆さん喜んでください。動物として作られても動物としての栄光があるでしょう。しかし、人間として作られた、ダメですね。ごめんなさい。どうもちょっと調子悪いですね。調子が悪い。新海さん、イエス・キリストが再臨するとき、私は王だと言って、戦前の謙虚さがなくなるんですか？そんなことはありません。イエス・キリストは、昨日も今日も、いつまでも変わらない方です。イエス様は変わらない方です。決して、傲慢になるわけではありません。しかし、イエス様は、王の王であり、主の主ですから、王として、来られることは決して傲慢ではないのです。ハゲさん、愛犬を天国に行かせたいのですがどうすればいいですか？ハゲさんが熱心なクリスチャンになる必要があります。ハゲさんが熱心なクリスチャンになれば愛犬が天国に行くと思います。ですから、愛犬のために熱心なクリスチャンになりましょう。まあ、それは動機が良くないかもしれませんが、それは良いことだと思います。なぜ災害がリバイバルの予兆なのですか？聖書預言にそういうのがあるのですね。聖書預言に終わりの時に、天変地異がある。終わりの時に天変地異がある。ですから災害が増えるということは終わりの時だということです。そして終わりの時ならばリバイバルが起きるということです。神様は滅ぼす前に人々を救うでしょう。人々を救ってから滅びが来ます。ノアの洪水を見てください。ノアの洪水もノアの家族を救ってから洪水が来ました。ソドムを見てください。ソドムの町もロトの家族を救ってからソドムが火によって滅ぼされました。この世もそうです。この世も、イエス様によって、救われた人たちが救われて、イエス・キリストを信じる者が救われて、それから滅びが来ます。ノアの洪水もソドムも同じなんです。節子さん、
イエス様を待ち望みます。アメン。そうです、イエスキリストを待ち望む者は救われます。アンリビさん、ケーキで自分が天に上げられる自信はありますか？まあ自信は良くないかもしれませんね。まあそれを、まあ、信じている、願っているということですかね。ケーキで上げられたい、ケーキで天に上げられたい、それを、願っている、確信しているという感じでしょうか。自信ではありません。自分の力で行くわけではありません。自分の力で敬虚されるのではありません。私たちの信仰によってイエス様が選ぶわけです。しかし私たちは信仰に燃えているならば、聖霊に燃えているならば、それは救われていることになるのではないでしょうか。聖霊様が、聖霊様を持っているということは油を持っているということです。油を持っているならば信仰の火は燃えているでしょう。信仰が消えることが危険です。信仰が消えたら敬虔されない可能性が出てきます。ですから、クリスチャンは、信仰を燃やす必要があるということですね。イエス様は生前、自分は神のことだと言っていたのですか？そうですよ、そうです。イエス様は、イエス様のことを人の子、人の子と言いました。で、人の子というのは旧約聖書を見るとメシアのことなんですね。まあ、人間のことを人のことも言いますが、旧約聖書は、メシアが人の子として来られるということで、まさにイエス様はご自身をメシアだと言ってきています。つまり神の子だということですね。つばき油がいいのですか？そうですね、まあ、神の油ですよね。神の油が必要です。油注ぎを受けるにはどうしたらいいでしょうか？これとてもいい質問です。とてもいい質問ですね。まず、一つはですね、イエス様を信じなければなりません。罪を悔い改めてイエス様を信じて、そして、その信仰に入る必要があります。本当に、深く深く悔い改めることによって油注ぎを受けます。また、そうですね、聖霊のバプテスマを受けるということなんですが、いろんなやり方があります。イエス様を告白したり、兄弟姉妹愛し合うところに油注ぎがあります。もちろん賛美をしたり、祈ったり感謝することでも油注ぎがあります。カリスマ派の教会の礼拝に出ることも油注ぎがあります。アヨウさんが改心すると思いますか？願っています。最近信仰的です。物見の塔でいいのでしょうか？いえ、物見の塔は、三位一体を信じません。カリスマは他の教派と何が違うのでしょうか？そうですね、いつも私言うのはですね、まあ、カリスマ派は、福音主義というのは聖書をそのまま信じる。カトリックは福音主義ではありません。社会派は福音主義ではありません。福音派と聖霊派が福音主義です。それから聖霊主義、福音派は聖霊主義ではありません。ペンテコステ派とカリスマ派は聖霊主義です。その聖霊主義の一つは、異言を語るということですね。異言という祈りがあります。それは言葉ではない祈りなんですけど、
その威厳で祈る宗派、威厳で祈る宗派が、それが聖霊派です。そしてその、聖霊派は福音主義であり聖霊主義だということですね。でペンテコステ派とカリスマ派はほぼ同じだと思ってください。ほぼ同じ、ペンテコステ派とカリスマはほぼ同じと考えてください。はい、キリスト教三大異端というのがあります。キリスト教三大異端というのは統一教会、モルモン教、モノミノ党、この三つはキリスト教に似ています。しかし三位一体の神を信じません。そしてつまりイエス様が神だと信じないということですね。イエス様を神だと信じません。それから十字架を認めません、ね、十字架を認めない。私たちは十字架を崇め、十字架を誇ります。しかしその三大異端の宗派は十字架を、尊びません、ね、十字架を誇りにしません。はい、ラッキーさん、ごめんなさい、ラッキーさん、ラッキーさん、キリスト教、キリストは創造主の人物、ですね、イエス様が存在したということは、未信者の歴史学者も認めています、ね、イエス・キリストが歴史上に実在したというのは、未信者の歴史学者たちも認めています。創造の人物ではありません。統一教会、モノミノ党、モノモン教ですね。統一教会、モノミノ党、またはモノミノ党はエホバの証人とも言われています。英語ではジェホーバーウィットネス、ジェホーバーウィットネス、エホバの証人、 JW と言いますね。 JW。マルコさん、私たちが欲しいのは愛だけです。それ以外は言いません。アーメンですよ、アーメン、神は愛ですから、神は愛ですから、神だけが必要、イエス様だけが必要というふうに考えましょう。イエス様だけが必要、それが大事です。昨日はですね、日本のために謝罪、してください、くださいませんか、日本のために謝罪してくださいませんかというタイトルでした。私たちは2月、3月、4月、今の天皇在位の時に、平成天皇が謝罪してくださることは、とても、チャンスだと思います。チャンスだと思います、ぜひ皆さんも祈ってくださると嬉しいと思います。なかなかチャンスというのは少ないと思います、チャンスは少ないです。多くの人はですね、まだそのなんていうんでしょうかね、戦前戦中のスピリットを持っていて、日本は敗戦しましたけど、しかしまだ戦争は終わっていません。なぜ戦争終わってないんですか。それは日本人の心が変わってないからですね。日本人の心が戦前戦中のまま、戦前戦中のままの、要するに戦争は負けたけど自分、その戦争の時の日本人の心が今引き継いでいる。今生きている人たちはほとんど、戦後派の人が多いと思います。私も戦後派です。しかし多くの人の日本人の心は、戦前戦中派の、スピリットを持っていて、そういう意味では心は戦争が終わってないと言えるでしょう。アイスティーさん、自分の罪深さに気づきました。アーメン。自分の罪深さに気づきました。素晴らしい。
マルコさん、私が代わりに謝ります。韓国の皆さん申し訳ありませんでした。韓国の皆さん申し訳ありませんでした。ハレルヤ、アメン、素晴らしい。マルコさんありがとうございますね。マルコさんありがとうございます。素晴らしいことです。素晴らしいことです。それが取りなしです。私たちは取りなしをしなければなりません、取りなしをしなければなりません、私たちは取りなしをしましょう。ガテムさん、おはようございます。それでは、明石タイム行きましょう。明石タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、霊的な食べ物が必要だということは分かった。以前は肉の欲を満たすような生き方をしていたけど、今は霊的な糧、霊的な食べ物を求めるようになった証。スタートスタート。ダラクさん、キューちゃんの伝道を聞きながら寝るとイエス様が夢に出てきて、ハレルヤ。あ、そうですか。ダラクさん素晴らしい。ダラクさん、その夢の内容もしよければスカイプで送ってください、ね、イエス様がどのように出てきたか、どんな感じだったか、何を語られたか、ダラクさんぜひその夢の様子をですね、できるだけ詳しく書いてスカイプで送ってください。ルーさん素晴らしい。証をどうぞ打ってください。証を打ってください。家族と笑いながら放送を見てます。素敵ですね。ありがとうございます。この放送は三つ星の三つ星のレストラン、私は新婚結婚しました。旦那もクリスチャンです。よかったですね。素晴らしい。クリスチャン同士の結婚、それが新婚結婚です。信仰結婚、それが本当の結婚です。信仰がなければ本当の結婚ではありません。神の愛がなければ愛し合うことができません。人間の愛は本当の愛ではありません。クリスチャン同士が結婚してこその本当の結婚です。皆さんがもし結婚するならぜひ信仰結婚してください。そうすれば離婚をしないでしょう。浮気もしないでしょう。DV もないでしょう。祝福された結婚になります。ニートでも開き直っていいんですか？もちろんもちろん、ニートであることは罪ではないんです。ニートであることは恥ずかしくないんです。この世の価値観が間違ってます。この世の価値観が間違ってます。ニートであることはむしろ私はニート万歳と言ってます。なぜニート万歳かというと、ニートの人はですね、時間があるじゃないですか。時間があるということはこの放送を見ることができます。時間があるということは祈ることができます。時間があるということは聖書を読むことができます。時間があるということはイエス様に、仕えることができるんです。イエス様のために生きることが本当の人生、本当の仕事なんです。この世の仕事があると、この世の仕事があるとイエス様に仕えることができません。ですから、その、この世の仕事ではなくてイエス様の仕事をしましょう。イエス様の仕事、それが、人生です。それが人生です。キューちゃんの顔がイエス様で出てきて放送で喋っていることそのままです。それはちょっと違いますね。イエス様の顔と私の顔は違うはずですから、それはイエス様が出てきたとはちょっと言えないかもしれません。シリマルさん、僕はイエス様が大好きで愛していますが、同性愛になりますか？いや、なりません。大丈夫です。心配しないでください。ヤギさん、聖書を読む時間を増やして AV 見る時間を少し減らしました。ヤギさん、もう完全に AV を見るのをやめましょう。
それは悪霊が入ってきます、ね、悪霊が入って霊が汚れます、AV を見ることはそれはですね信仰が、ガタガタになります。肉を選べば、滅びに向かいます。信仰を選べば命に向かいます。AV を見ることは毒を飲むようなものですね。毒を飲んで病気になるようなものです。霊的な病気になります。多くの人は霊的な病気ですね、罪を犯して霊的な病気になります。しかし、御言葉を聞けば霊的には健康になります。霊的な健康になることが大事です。霊的な健康、皆さん霊的な健康になりましょう。多くの人は病んでいます。心が病んでるということは霊が病んでるということですね。霊が病んでるということです。これはメノーラ、メノーラの木ですけど、今日は火がついてませんね。残念ですが、今日はメノーラの木には、火がついていません。ちょっと残念です。ダラクさん、最近のマイブームはQちゃんの電動スピードランニングのように聞きながら眠りに入ることです。両親が怪しい男の手話に入りそうになりましたが、イエス様の教えを説いて救うことができました。その男は毎日インターネットで虚言をばらまいています。誰でしょうか。愛さん、ハレルヤ、主に感謝します。まゆちゃん、仕事に行ってきます。はい、また、夜に会いましょう。それでは、おいらクリスチャンになって頑張るぞ。おいらクリスチャンになって頑張るぞ。そうです、イエス様のお仕事をしましょう。手に宝を積みましょう。愛のうちを歩みましょう。私たちはイエス様に仕えます。手に宝を蓄えましょう。部活の仲間にこの放送を広めています。貢献したいです。アメン。そうです、皆さんもイエス様を述べ伝えることができます。それがイエス様の仕事です。皆さんはイエス様の仕事ができます、ね、イエス様の仕事ができます、それは天に宝を蓄えています。ですから皆さん、今日もですね、今日も主に会って歩みましょう。御言葉を守るのです。御言葉を愛する者はイエス様を愛するとあります。皆さんはイエス様の教えを知っているでしょう。イエス様の教えを学んでますよね。朝晩イエス様の教えを学んでいます。その教えを実行すればいいのです。その教えを実行すれば天にそれが記録され、それが天の宝として積まれます。ジュデロンさん、白血病になるのは神の計画でしょうか。病気はですね、神の御心ではありません。病気は、もちろん病気が用いられて益となることもあるかもしれません。
しかし病気そのものは御心ではありません。神の御心は、健康です。神の御心は癒しです。神の御心は癒しです。ぜひ皆さん、イエス様が癒してくださると信じましょう。イエス様が癒してくださると信じるのです。霊的な健康、一番は霊的な健康です。霊的に健康になれば精神的にも肉体的にも健康になります。霊的な健康とは何ですか？霊的な健康というのは、精霊によって悪霊が出ていき、精霊によって、私たちの心が、良い心になることです。いろいろな悪い心がなくなっていく、憎しみ、恨み、妬み、不安、恐れ、そういうものがなくなっていく、それが霊的健康です。皆さんがこの放送に朝晩来てくださってるならば、霊的な健康になっていくはずです。霊的な健康になってきています。それが証です。証というのは霊的な健康になってきているということの証です。そして、皆さん、もっともっと熱心に熱心に、もっともっと熱心に熱心に、信仰でありましょう。熱心に祈る、熱心に学ぶ、熱心に、愛の行いをする。皆さん、私たちは思いっきりイエス様と共に歩むのです。喜びを持って、愛を持って歩むのです。ネガティブに思わないでください。ネガティブではなく、本当に、そのポジティブに会いましょう。ネガティブではなくポジティブに会いましょう。信仰でありましょう。もうすぐイエス様が来られます。もう本当に、悪い時代になってきます。悪い時代、伝道もできなくなるかもしれません。いろんな犯罪も増えるかもしれません。世の中は、滅びに向かっています。悪い事態になります。ですから今こうやって私が放送できることも、今がチャンスです。もしかしたら放送ができなくなる時代が来るかもしれません。ですから皆さん、今私たちはとても幸せなんです。今私たちはイエス様の教えを学べるチャンスなんです。ですから熱心に学んで、放送が見られなくなる時が来るかもしれません。ぜひ皆さん、今信仰を強め、どんな状況でも、信仰を持ち続けて、燃え続けることができる信仰を養いましょう、ね。本当に今はすごく幸せ、チャンスだと思ってください。今チャンス、今私たちは信仰を持って歩めるチャンスですから、ぜひぜひこのチャンスを、感謝しましょう、喜びましょう。それでは招きをします。今日の放送を聞いて、もっともっと霊的な食べ物が欲しい、もっともっと霊的な食べ物が欲しい、もっともっとイエス様の働きをしたい、この世の仕事ではない、この世の仕事ではなくイエス様の仕事をしたい、そう思う方はアメン、アメン。虚しい生き方ではなく、意味のある生き方、価値のある生き方をしたい人、アメン、アメン。アイポンさん、アメン。マルコさん、アンリビさん、係長さん、世界中さん、アイスティーさん、銀梅さん、節子さん、ユウさん、ルポスさん、ガッデムさん、アメン、ディレイさん、アメン、アメン。その上できるでしょうかね。
ここは人があまりいないので、ここはですね、スノブができるのではないかと思います。それではですね、何スノブがいいでしょうかね。何スノブがいいでしょうか。そうですね、イエス様が来てほしい、イエス様が来てほしい、日本に来てほしい、リバイバルが来てほしい、リバイバルが来てほしい角部、イエス様が来てほしい角部。住宅があまりないので、あまり近所迷惑にはならないと思います。住宅があったらちょっと良くないですよね。こっちはほとんど、住宅ないので大丈夫でしょう。はい、ありがとうございました。今日もイエス様と共に、神の愛を表し、良い行いをして、神に栄光を返しましょう。イエス様の働きをしましょう。神の愛が、神の栄光が皆さんを通して現れます。悪いことをしないでくださいね。肉的なことをしないでください。神様が、喜ぶこと、神様が喜ぶような生き方をしましょう。皆さんは神の子です。イエスキリストを信じる者は神の子です。神の子として歩みましょう。神の子として歩んでください。それじゃあまた夜7時にお会いしましょう。シャローン。シャローン、良い一日を。